アイグブランドロゴ。ペーターベーレンスのデザイン。アイグはドイツの電気メーカー。アルゲマイネ・エレクトリサターツ・ゲゼルシャフトの略である。ゼネラル・エレクトリックと世界市場を分け合い、空前の輸出量を記録した。家電、発電機、自動車、航空機を製造し、鉄道の電化も手掛けた。ドイツ社統一の前後に、各事業が、親会社、 ダイムラー・モロトもシュナイダー・エレクトリックなどに分譲された。1883年、トーマス・エジソンの特許を取得した、ユダヤ人実業家、エミール・ラーテナウが、ジーメンス・ウント・ハルスケと数行の支援を受け、ドイツ・エジソン社を創業した。これがエグとなり、ベルリンのアメリカ資本として、世界史を動かした。1九百三年、ラーテナウがウニオン社を、吸収合併するため、 ゼネラルエレクトリックと協議し、同年秋に合意を得た。20世紀初頭、にわかに多国籍企業となって GE と世界規模のカルテルを結んだ。そして、シーメンスと並ぶ独占資本となり、第一次世界大戦でも両者は協力した。アイグをめぐる GE とシーメンスの綱引きは戦後勝利をきっかけとして一挙に後者が有利な展開となった。 バイマル共和制は合衆国資本の取りとなったので、ある。アイグは1929年の増資に際し、株式資本の1、4にあたる、額面1億マルクを GE へ2億マルクで売却した。この資金提供と引き換えに、アイグは GE に関査役の席を5つ与えたが、その一つは、オーウンディ・ヤングが占めた。このような経緯から、JP モルガンと、 緊密なコルレス関係にあるドレスナー銀行がアイグの伝統的なメインバンクであった。このドレスナーがダナート銀行をかばって傾くとアイグはナチスドイツの統制経済に組み込まれた。ほとんどの設備をアイグは第二次世界大戦で消失した。その代わり1946年10月リーダーのビューヒャーが放免された。 アイグは戦後西ドイツにおける独占解体を免れ、復古的な米仏資本による経済の奇跡を享受した。主権の回復された1954年から増資を続け、ベルリンの壁ができてからの軍需生産を担った。この目的で1967年、テレフン権を100%支配して、吸収合併した。アイグはドイツの電力事業にも貢献した。 ウニオン社に同じく1892年、エレクトロベルケが設立された。1917年9月、ドイツ帝国がアイグのエレクトロベルケを買収した。バイマル機のエレクトラベルケも、やはり、バイエルン電力を通じて100%連邦所有であった。その供給する電力は、供給量が RWE より一回り小さい程度であったが、しかし供給先が、ベルリンの アルミニウム精錬を切り口とする諸工業へ集中していた。バイエルン電力は1986年から民営化されていった。1985年、アイグがダイムラー・ベンツに買収された。これはドイツ銀行の勢力化に移ったことを示す大事件であり、ドイツ経済の再編成とも評された。しかし、ドイツ銀行が1989年に モルガン・グレンフェルを買収したことを考えると、アイグ買収は、同社のアーリア化でもドイツ資本化でもなく、ドイツ経済がドイツ銀行という根幹から、米仏資本として再編成されるプロセスだったということになる。同1989年から、ダイムラー後とアイグは解体されていった。1992年にアトラスコペコがアイグの電気部門を買収した。 同年アルカテルイコールアルストームがアイグのケーブル部門を買収し、ドイツ政府が欧州委員会に抗議する国際紛争に発展した。1994年、シュナイダー・エレクトリックがオートメーション部門を、エレクトロラックスが家電部門をそれぞれ買収した。アイグはベルリン近郊のヘニヒスドルフにて鉄道車両の製造も行っていた。 ドイツエジソン社がアイグへと社名を変更した1887年に、アイグはドイツエジソン会社が起こしたベルリン電力会社の業務を引き継いだ。戦術のウニオン社買収もアイグの鉄道士である。1915年、ベルリン電力会社は私有化された。1927年、ベルリン電力会社の人材は今日悪名高い信用情報収積所を設立した。 第二次世界大戦後、アイグのヘニヒスドルフ工場は、東ドイツ側に属したため、社名を、機関車製造電気技術工場に変更した。ル社は、ドイツ再統一がなって、西ドイツ側のアイグ社に吸収された。アイグ社の鉄道車両製造部門は後にヘンシェルとの、合併、アドトランツへの吸収などを経て、現在は、ボンバルディアトランスポーテーションの一部となっている。 ベーレンスがデザインした電気ケーキ1894年、アイグは67万マルクを払って、ジーメンスウント・ハルスケから完全独立した。1903年、アイグの支配権をめぐる競争が起こった。アイグは同年に電車車両製造で知られたウニオン車を吸収した。GE の合意が必要だった理由を説明する。ウニオン車は1892年ボストンの トムソン・ヒューストンが参加して設立されたものであった。トムソン・ヒューストーンは同時期にドレクセルモルガン社の融資で GE に吸収合併されていた。そこでアイグがウニオン社を吸収する際には GE と協議しなければならなかった。1907年、アイグと GE との間にカルテルが締結され、アイグが欧州市場を GE が北米市場を それぞれ自社の販売地域とした。一方でアイグは1903年ジーメンスウントハルスケとの合弁会社テレフン券を設立した。このテレフン券は、シーメンスのフェルディナント・ブラウニや GE のグリエルモ・マルコーニと無線開発を競った。ジーメンスウントハルスケは同年にアイグと合弁で無線電信会社を設立した。第一次世界大戦の直前、 いわゆる戦争資材会社が設立された。そして、シーメンスとアイグが大株主となった。終戦により、アイグをめぐる競争は、モルガンの勝利が明白となった。1919年、無線業界で国際カルテルが結ばれた。1920年の前後にわたり、アイグは MM バールブルク &CEO の貿易金融により、アメリカへ輸出し、見返りとして、 アールブルクは、アイド新規発行社債の1、4を、クッケンハイ向けに売却できた。1933年には、同社の技術者である、エドワルト・シュラーによって、テープレコーダーの磁気ヘッドが開発され、1935年に、マグネトフォンの名で市販されたが、当時はまだ直流バイアス式で音質が悪かった。音質が向上したのは、1940年の、バルター・ビーベルト、ハンス。 ヨアキム・フォン・ブラウンムルによる公衆派バイアス方式の発明まで待たなければならなかった。これら製品はナチス・ドイツのメディア戦略に貢献し、アイグは利潤を獲得していった。1941年、アイグがテレフン系を誤会社化。戦争の直前期に無線局観測ヘリなどを開発した。1935年にエネルギー産業法が制定された。これにより、 それまで各州が独立していっていた電力政策が連邦の経済大臣に統括されることとなった。ナチスは翌年10月に価格形成連邦委員会を1939年9月に電力業連邦機関を設立した。1941年ライフラインを統合して水道エネルギー総督府を設置した。ナチスは列挙したような人的統制により愛具を含む 電力業を統制しようとした。しかし、エネルギー産業法は各州の反対を受けたので、国内の電力業を国有化、民営化、今後買いずれに落ち着けるのか、さらに電力供給を都市へ集中させるのかどうか、方向性を結論しないまま成立していた。アイグの工場もベーレンス作品の一つである。第二次世界大戦後、シーメンスとアイグはドイツ版逆コースによって、 全く独占解体を免れた。ビューヒャーが一時戦判として退いてほどなく、アイグ旧幹部のシュペンラートが取締役会長となった。その前年に、ベルリンの金属労働組合がシュペンラートを戦判として追求するよう決議したが、西側占領当局は決議を黙殺した。西ドイツの主権回復まで、マーシャルプランがさらちを持て余すアイグに、 巨額の復興信用を与え続け、アイグはおびただしい工場を建設した。主権回復後の1955から56年に、アイグは直属の企業体だけで1億丸ク以上の設備投資を行った。その設備でコンツェルンの総力を上げた、軍需生産を展開した。なお、 通貨改革以後1960年までの12年間において、コンチェルンとしてのシーメンスとアイグの投資総額は、それぞれ18億マルクと8億マルクであった。主権回復の前後には、国家政策で課題乗客が推進され、合法的な秘密石流金制度として、利順を隠蔽、資本蓄積を促進していた。 西ドイツの輸出先は戦前と違い、1960年だと6割強が西欧でアメリカはたったの8.9%であった。再生産としてアイグはオーストリアやブラジルアルゼンチンへ自社ブランドの参業会社を設けた。一方、テレフン券もアメリカのテルディクスへ50%参加したが、中んずくフランスのラジコンメーカーに対する20%の参業は NATO の支柱であった。ありがとうございます。